いや、すまない。こちらから呼んでおいて待たせてしまったかな。そうか、ならよかった。今日呼んだ理由は、君にも届いていただろう。うん、この耳からの通知だよ。君とレジェンド・オブ・アストルムで出会った記念の日だからね。少し話したいと思ったんだ。あれから随分と経ったように感じるよ。出会った当初は私も随分な態度を取ってしまったけれど、謝らせてくれ。本当にすまなかった。あの時の私は心身ともに未熟だったからね。ユイと日和さえいればいいと思っていた。でもそれは間違いだったみたいだね。今ならわかるよ。たくさんの人との出会い、さまざまな経験が今の私を形作っているんだ。君がそうしてきたようにね。私があの頃よりも成長できているのはレジェンド・オブ・アストルムでの経験のおかげ、いや君と出会えたおかげだろうな。精神的にも余裕ができたせいだろうか、最近は学校でもうまくやれているような気がするよ。思えばレジェンド・オブ・アストルムを始めたきっかけは現実から逃避したかったんだと思う。それが今ではみんなと、そして君がいるあの場所が私自身にとってかけがえのないものになっているんだ。それもこれもきっと君という存在のおかげだ。改めて礼を言わせてほしい。ありがとう。なんだか改まってお礼を言い合うというのも気恥ずかしいものだね。勉強になったよ。君といると自分自身でも気づけなかった新しい自分に出会える気がするんだ。こんな風にね。君にとっても私がそういう存在なら嬉しいよ。そのためにはもっとお互いのことをよく知る必要があるね。そうだ、今度一緒に釣りに行こう。釣りこそ人生の縮図。共に糸を垂らせばお互いのことが手に取るようにわかるはずだ。磯釣りでも渓流釣りでも、もちろんレジェンド・オブ・アストルムで釣ってもいい。君が望む場所まで行こうじゃないか。私はどこまでも付き合うよ。楽しみだね。